朝倉に来るの、朝倉に来るの、朝倉に来るの。皆様ごきげんよう。にしてもイスさんでもあれだね、ちょっとビビりすぎですよ。あの動画あのあれカットえ、ビビりすぎですか。うん、なんかカットの注文がすごいですよね、西さん。そう、本当に秒単位でなんかここカットみたいな。なんかその一言で燃えたらあれかな、うん、そのチャンネルじゃないの。みずきちゃん対談した動画ですごいカットが多くて、まあ、でもやっぱカットしすぎちゃうとやっぱほらそこが面白かったりするから あんまり逆に、うん、結構そのきつい炎上するような発言というか。誰が炎上したの？イッサン。いや多分炎上するかな。どういう話でしたっけ？何でしたっけ？1個は男はおごって当然でしょみたいなノリのなんかなんかそういうノリのなんか感じしてる。なんかおごらない男はありえない。言ってない。それは言ってなくて、って言ってほしくないっていうくだりで、彼氏には絶対言ってほしくないって、その絶対っていう言葉が良くないかなと思ってますけど、うん、だからさ、炎上するっていうか、でもアンチコメントは結構来ると思う。そうで、なんか私のチャンネルだったらいいんですけど、なんかみずきちゃんのコメント、チャンネルであれっていいんかなって。あ、大丈夫大丈夫。そう、全然気に修行中だから、アンチコメントの体制修行中だ。あ、そうなんですね。アイスさんが戦われとるわ、いい感じ。うん、みくりさんとかが見て大丈夫そうだったら全然大丈夫ですか。ああ、いや、なんかやったらちょっとなんかマネージャーとしてのあれが落ちるかなって思って、なんかあいつ調子乗ったなみたいになるじゃないですか。それは出てるんですけど、うん、え、動画で、まあまあいいんじゃないですか、それは別に全然ね。本来の自分の好きって、うん、確かに佐々木君から好きクレームが来てるカットが多いって。やりづらい。え、嘘、やりづらい。え、私今メンタル減らってるんでやめてもらって。大きいなやつマジで言わないで、言わなくて大丈夫。言わなくて大丈夫。そっかそっか。減らってる。今減らってます。なんで減らってるんですか、それは。ちょっと行き詰まりました、自分の限界を感じて。行き詰まり。でもそれはもう、でもあんま仕事取れなくなって最近。確かに案件にすげえ時間を言う。いや、なんかもう確かに。そう、それが良くないなと思ったんですよ。ねえ、多分かな。シンポリフルやん。うん。はい。ため息やめて。マジで。ダメ息は気づいてほしい時にしてるんですよ、たくまさん。それ拾ってほしいよ。それが鬱陶しい。いや、でもその前、たくまさんにめっちゃこういろいろ相談して、私のメンタルが一回保たれたんで、たくまさんにはめっちゃ感謝します。そう。待って待って、何をしたの？何があったんですかね、それ。あ、いや、だから本当になんか案件取りづらくなって、自分が営業しても、うん、なんかあ、ここまでなのかもしれないみたいになっちゃったんですよ。ここまでかもしれないな、子供みたいな。え、なんて言えばいいんだろう。もっといけるはずなのにいけないのがもうめっちゃ悔しくて落ちてて、焦、うん、りすぎてるのがすごい感じてしまった。あ、それはめっちゃ確かに、それは感じる、それは感じますね。うん、相談の時ある、それは。こんな一気にやりすぎじゃないってなる。なんかみんながやっぱ、うん、いろいろできるじゃないですか。この周りにいるってやっぱりおかしくなるんですよ。使ってる金額もおかしいし。そう、だからなんか私この金額だけしか会社に落としてないのに大丈夫なんかなみたいになっちゃって、普通に。いや、それは考えすぎですよ、そんな全然。やばいやばいみたいな。まだまだしらず。なるほどね。一切に出社できないことがあるもんね。うん、いやー、そういうのは当たりないですね。まあ、なんか走りすぎてるなと思う。うん、いや、まさにそれです、今目標がなんか、家を買いたいです。家を買いたい。はい。今なくなさる。今27になります、次。はい。今、ため息呼吸。呼吸。水の呼吸。
が。じゃあ石さんにちょっと大事な話があります。私に、はい、はい、石さんの給料が上がります。え、なんか私めっちゃ大変なんですけど、みんなだからと思って。ガチ狙いやった。ガチ狙いではない。嬉しくて泣いてるんだから。ね。ということでね、石さん1月から働いてくれてるということでね。やばい。とりあえず来月から10万円。おお。これはでかいよ。めちゃめちゃでかいよ。めっちゃ泣いてる、マジで。ちょ待って、また俺ら泣かしちゃってるやん。今回嬉しいやつ。いい意味で泣かしたもんね。ありがとうございます。いやいや、西さんね、実際めちゃめちゃ頑張ってくれてますよ、うん、とても優秀な人で、たまに化け物なんですけど。ということでね、はい、まあ大幅にアップで素晴らしい。おめでとうございます。おめでとうございます。これからも頑張ってください。いっちゃん泣いてるやん。いやもうマジで目減らったんで最近。ああなるほどね。なんかもうめっちゃ自信が出てめっちゃきかった。うれしくしてくれてる。まだね、他にも具合性であるんで、うちの会社は、うんうん、なんかやったらやっただけ増えるみたいな仕組みであるんですけど、まあとりあえず固定給が増えるとかめっちゃ嬉しいかなと思う。確かにね。マジで10万も、だって私前の会社7年いて全然10万とかそんな手取り合わなかったんで。はい、うん、そうだね。まあそれぐらいやってくれてるんだよね。そうだね、ありがとうございます。本当にありがとうございます。お母さんみたいな存在だからね。もうそうだよね、俺らの中では。うん、ベンヘラだけやめてもらってる。